今回はついに近畿深淵光やってきたということで、この秋葉おじさん使っていこうかなと思います。でギミック完全対応にパワーオーラとドレイン M 持ってますよと。あとは SS 使ったらパワーフィールド展開できたりとか、高スピアップになってたりとか、まあ、このクエストで欲しそうなものは大概持ってるっていう感じのキャラになってるね。このキャラが強いのは昨日ツイッターとかで結構話題になってたから知ってるんですけど、まあ、私はちょっとマヒトのワンパン動画やってたから一日遅れになるんですけど、これやっていこうかなと思います。で、全敵毒メテを持ってるから、ダッキのね、キラーを発動させやすいっていう利点もあるんですよね。だからそこも含めて、だから横間で上がっていって加速して殴って、おう。まあ、ダッキの強さは前回、つか普通に使ったことあるからね。やっぱり秋王子さんが、どれぐらい強いのか。あとは友情コンボを出すだけで勝手に出てくるから、おい。これでどう？弱点。殴って、左上。あ、違う。あ、そうだ。あれか。全敵メテオで、友情コンボを全部発動するから、弱点の出入りが、触った時点で逆転するから、これは、あっちか。で、これは横間上がりで。だから、これは上の方に、キラーが出てくるから、これで加速。で、これで加速。強い。ああ、なるほど。でもこれで、奇数個だからさ、弱点の出るタイミングが絶対に逆転するんで、2手かければ、確実に削り切れるっていう感じか。だからここで加速。加速。で、さらに加速。で、これ加速してきて、あ、余裕です。めちゃめちゃ余裕。いや、やっぱ友情コンボで全部出るっていうのが分かってると、本当に楽でいいね、これ。だからこれも、偶数個だから、そのままぐるぐる回って、そのままこれぐるぐる回って、だんだん狭めていって、はい、コースピーアップもついてるから 1.2 倍ついてくる。これでついてる。ついてくる。あれ、思ったよりも出ない。あ、そっか、たくさんの数触れてないからか。とりあえずこれでだからお手軽に魔導士処理できる。ただこっから、あいつをなんとかしたい。下の滝夜叉姫なんとかしたいと思ったら奇数個でしょ？奇数個は多分無理よな、これ。って感じで、もう丁寧に削っていくしかないか。で、ドレインやるから、はい。これで終わり。ちょっとここの調整が難しいか、そうすると。で、今まだこれが奇数個だから、あ、でもあれか。これ奇数個にして逆転させてしまえば、一応はなんとかなるのか。もうこれしょうがないな。しまったな、そういう使い方もあるのか。だから今わざとこれ2個踏んじゃったけど、3個だったり1個だったり踏むように調整しておけば、次のターンは絶対に弱点出てくるっていう使い方ができるよね。なんか理解したら結構早くいけるか。まだ SS 溜まんないのか。そして、で、これ横間上がりで削っていきます。友情コンボもウォールボムあるから、はい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 。で、加速。どう？削り。もう一回あ、これはいけるか。ここで、出てきてみんな弱点出てる。だからここで、ウォールボム出しながらの、はい。出しながらの、メテオで、散りばめて加速。強っ！いや、強いわ、やっぱ。いや、これはちゃんと理解できる。よし、ついに分かった。ニトミツクリの革新。で、とりあえず使い方が分かってきたってことで、じゃあ SS1 段階目を、使ってみます。まあ、減速率感は入るけど、速度あるから、ちょっと大きめに打とうか。で、パワー比を触れたところに設置するから、これで、どう？ん？あれ？今失敗したか？あ？あ、動くなぁ、思ったよりも。あ？え？あ？あ！あ、動く！あれ？鬼丸？鬼丸って1段階目これぐらい動いたっけ？最近鬼丸使ってないからな、どうだったっけ鬼丸の感触。鬼丸の感覚ちょっと忘れちゃったな。で、これだからパワー暇といあるから、これぐるぐる回ったら倒せねえかな、こいつ。意外とこいつ弱点なくてもご利用しできるから、あー、惜しいな。でもなんとかなりそうな雰囲気ちょっとあるね、これ。あと何ターン継続これ。SS 使ったのがここでしょ。で、設置するのは自分だから、あ、でも、4ターン継続するんだ。そしたら、こう、これで。触れてる？いや、触れてねえ。でも、ここから、もう一回、よし！
上倒してねえし。くそー、これ紋章ついてたらいけてたな、そしたら。偶数個、偶数個、全然偶数個になってない。そしたら、あ、じゃあこうだな。これで。これでどうかな。もう一回。よし。あと当てと勢いで、あれ倒せてない。あ、でも両方ともいい調整できてるからいいや。二段階目の SS も、そしたら使えそうだね。紋章つけるとなんかすげえ世界変わりそうだな、そうすると。これ殴って、まあ、これは倒すでしょ。オッケー。で、どうしようかな、そうすると。ボスに弱点出して殴りに行った方がいいから、ちょっと調整したいんですよね。さっきも言った通り、弱点の出る位置が、あー、そうだね。これどうしよう。ボスだけに、ちょっと一回調整で。ここで、縦勘で、置いといて。これで次4個になるから、SS を使った時に、そうだね、SS を使った時に、全体に最後は、ボスが弱点出た状態になる。あとはこれ。ただこれちょっとな、SS の角度が、パワフィ展開、ここに設置したら届いてくれるかな？これ届かなかったら、話にならないんじゃが、ちょっとここの薄い角度から抜けるか。で、設置、どうだ？いける？弱点。弱点踏めてる？踏めてる！どう？お？お？え？あれ？え？は？あ、え？あ、え？いや、動きすぎでしょ！え？私今これ多分すげえミスショットしたーって思ったけど、強くね？え、しかもこれ、1段階目でターン、4ターン続いてたから、あれもしかしてこれって、ちょっと待って、これが何個？ 3 個だから、ぐるっと回して、ぐるっと回して、こうだな。8の字ショットで、滝夜叉をとりあえず倒しに行きたい。これで、ぐるっと回して、滝夜叉に届く。あー、便利！今まで絶対これ届いてなかったからな。そして次はボス削りだね。ボスを削るには、まあ3個。あー、ダメだ。これはだから魔導士か、今度。魔導士を削りに行きたい。これだからぐるっと回して加速加速加速で殴る。あーでもそんなにだな。ちょっとここで一回ダッキーの SS、 そうだね、使っても大丈夫か。2段階目すげー動くな。で継続あとどれぐらい続くんだろうこれ。そうだな、角度どうしよう。横間で上がり下がりでいくか。意外と高スピアップの高の 1.2 倍が効いてるような気がするんだけど、これで、あーでも、はちゃめちゃ、やっぱこうなのよね。普通はこうなの。普通の自強化ってこうだから、あ、やっぱ、あの人がおかしいのよね。秋王子さん。これで加速。ウォールボム出す。で、横間で下がっていく。自分のスピードアップ入れる。殴って帰ってくる。あ、でもやっぱ一撃はちょっとあれだな。なんか、火力のダッキー、めちゃめちゃ動く。めちゃめちゃ動く、水戸光圀おじさんみたいな。なんかそんな感じの雰囲気。あ、しかもターン長い継続。とりあえずこれもだから滝夜叉倒しに行くでしょ？紋章ついてたらこれだから削り切れるな。でも、水戸光圀に4体にする必要、どうなんだろう？あった方がいいのかなこれ。なんかダッキーも普通に使えるから22がちょうどいいのかな？どうなんだろう？でもこれ、SS がアホみたいに回転して打てるの強そうな気がするけどな。で、ボスが弱点出るからこれで殴る。あとは多分余波で。そうだね。なんか、ダッキーも言いそうな気がするな。そうそう。で、切れた。あ、二重継続なんだ、じゃあ。あ、じゃあ、多分、3体かな。3体ぐらい編成してたら、多分、マップ内の絶対どこかに、設置できるでしょ。で、多分、ボス1で、とりあえずこれ、ちょっと1段階目使ってみようか。1段階目で、あとは、もう一回どれぐらい動きゃ。ボス戦でどれぐらい戦えるのか。あとは弱点出てるけど、これ。4個。うわ、3個か。3個だったら弱点消えちゃうから、あーでも魔導士に出るのか。まあ雑魚処理を蹴散らす意味で一回使ってみようか、そしたら。はい。しまった、右から行ってもよかったな。で、これで触れて触れて触れて加速加速加速、殴る。あ、でも、やっぱそんなに火力は。もう一回。よし。あ、でも、いや、魔導士でこれ1、いや、8ターンでこれは強いな。8ターン SS って、あ、しまった。しかもパワーヒーのことすっかり忘れてた。これパワーヒー効いてねえじゃん。
あーでもパワーヒのこと考えたらこれ強くないか。いや、めちゃめちゃ強いよね。紋章ついたら世界変わりそう、これ。で、加速。で、殴る。そうだね、ここに 1.5 倍とかがいろいろ効いてきたら、すげー強そう。で、これが、これがだから弱点消えちゃう方か。やっぱちょっと無駄があるから、多分深淵の水よりかは、なんか、落差は無、向こうに行きそうかな。無駄なターン向こうって基本ないし。で、4ターンって、あ、しまった。ここもだから考えておかないと。ここもだから考えておかないと、とてもめんどくさいことになっちゃうと。多分これ一撃殴れば。もう一回。もう一回。よし！ゴリ押し。いや、強いな。で、あとはなんとかこれ 4P を、4P の SS をボスに調整したいな。めちゃめちゃ動くでしょ、絶対。だからここで、そうだな。だからここを、1、2、3、4、5。あ、結局あれか、ずれてるから、ダメだ。ここで、そうで、ここでぐるっと回したところで、そうだね、動けないから、一回なんとかこいつらを処理したいな、そしたら。ここで処理して、SS 使ってもいいかな ?2 個、3個、5個。だから5個だから、隠れてるやつが出てくるから、こうだ。これでいいな。はい。これで、これで、殴る。加速。殴れ。よし、オッケー。で、剣も取らない。よし、完璧。で、あとは、これ、まず、あれ、弱点出るっけ？弱点出る？よし、オッケー、これ出る。あとは、じゃあ、これ、どうしよう。薄い角度で攻めた方がいい。めちゃめちゃ動いてたからな。角度大きめにして、雑削りした方がいいか、横君上がり下がりか。どっちの方がいいだろう。角度つけて、まあ、角度つけて大きめに動けばいいか。はい。これで構成す。さあ、お父さんに本気を。ん？お父さんに本気を。どうだ？お父さんに本気を。あ、でも、あ、やべ、しまった。パワーヒのこと。いや、これちょっとパワーヒのこと考えるとルートずれるでしょ。私がちょっと使いこなしてない、確信つかめてない、もしかして。あ、でも 1.5 倍のパワー比範囲内だったらいけてたな、これ。そう考えるとやっぱ強いな、これ。さすがぶっ壊すだけあるわ。で、メテオを降り注いで、はい、はい、はい。縦勘で、まあ、ダッキーもだからこれで、あ、でもダッキーでもこのぐらいなんだ、SS なしだと。あ、殴る。届かないんかい。でもこれであとは SS 使って終わりかな？パワー比展開しましの、パワー比展開しましのぐるっと回して、これでぐるっと回して間に合い、よし、オッケー。今のクリティカルあったからよかったけど、でもやっぱ運気だな。運気取ってきてパワーヒも入れて、あ、でも使いこなしたらこれいけんのかな。紋章つけたらなんか世界変わりそうだなって場面ちょこちょこあったから、いや、どっちだこれ。いや、でもダッキーはある程度昔からやってる人だったら処理率ありそうだし、三富津国おじさん一体引けたらこれ組めるから、それ考えるとこっちの方がなんていうか、難易、編成難易度と落差はこっちの方に行ってるかな。まあ、とりあえず水と光の二冠単な部類になりそうだね、これ。